改めてそのこういうコロナ禍になった時に、うん。まあ自分で一人では練習するんですけど、周りの人に支えてもらってるっていうのを改めて気づけたので、その感謝っていうのはすごく、まあ、なんでさ、常に思ってっていうわけではないですけど、その都度その都度やっぱり感じるので、それをしっかり、まあ、まあ言葉にするなり、まあ行動にするなり表現をして、やっぱり思ってても相手に伝えないと、それはまあ感謝ではないかなと思うので、しっかりそこを言葉にしてというか、行動にして返していけたらなとは思ってます。